そばんちへお邪魔します。それでは今これはそば粉を、やっぱりその粗いのがあるからこして、うん、粗いのっていうか異物が入っているかどうかっていうのと、なるほど、うん、もう一つは、これ2鉢なんで小麦粉2割と8割がそば粉なんで、はい、ちょっと普通のそば打ちとは若干違いますけど、あ、そばということは何？そば10割とはちょっと若干違うということですか？違う違う、そばの打ち方が独特の打ち方するので、普通はこうやって、水をこう入れるんだけど、はい、うちではこれはシャワーでやる。ほう、なんと、だから水を測ってない、うん、何本入れるかは測っていない。へえ、これは独特のやり方です。まあ、もう普通のやり方もやるし、それで教えていくんですけど、教えるときは、あ、なるほど、講習会の時はね、うんうん、これは営業用の打ち方ですね。そうね、もう特に、まあ、これだと水回すのが、これを水回しっていうんですけど、まんべんなくいくので。ああ、そうか、あの、確かに家庭でカップに水測って入れちゃうとドカドカっと入っちゃうんでね、うん、これでやるとシャワー状にまんべんなく、まんべんなく水が回るということですね。理想的な水回しを追求したらこれになる。ああ、理想的を追求すると、うんうん、なるほど。それからどのぐらい水入ったかはやってるうちはわからない。うん、けども、うん、普通のやり方でも結局は最後調整して、ちょこちょこ入れるんだけど、うん、で水を入れるのをやめるのはこれの状況を見て、うん、粉の状況を見てやめるので、はい、結局は同じやなと測っても測らなくても究極、まあ、まあ慣れりゃ一緒ってことですね、うん、まあ、考え方としてはね、うん、測っても結局は調整するので、うん、その麺のこの具合を見ながらやるので、うん、入り方でそばの硬さが変わってくる。ああ、それは確かに水がたくさんになるとなんかもう柔らかすぎると、すぎるというか、うん、柔らかいそばで、うん、普通私は硬いそばを今は何でもやるんですけど、はい、硬いそばを主にやるので、うんうん、少し水少なめで、なるほど、水少なくてそば打ちすると伸びないんですよ、伸ばすときに、ね、あ、伸ばしにくいというか、伸ばしにくい、うん、にくいというか、うん、にくいわけでもないんだけど、はい、伸びない、伸びない、時間がかかるというか、うん、そうすると伸びない。あ、また柔らかいと伸びすぎて、うん、あっという間に伸びちゃうんで、うん、逆に、薄くしすぎたり
する可能性もあるんだけど。うん、結構全体重かけとってやね。そうね。特にあの柔らかくなくて硬いそばをやるときにはね、うん、水あまり少なめに入れるので、で十割の場合はあまりこねないんですけど、うん、二八はこねて粘りを出す。ああ、小麦粉の粘りを引き出すわけですね、グルテンのね。ということはやっぱりその28と10割でやったら全然やり方が違うってことですか。割と10割は柔らかく私は打つんです。やっぱり10割よりこの2割小麦粉を入れた方がやはりいろんな面でいいところがあるんですか。まああのいいところも悪いところも、はい、まあ小麦粉を入れるっていうのは言ってみればうどんとかそうめんに近くなるので、うん、だからそば、のどごしとかツルツル感が出るっていうか、あ、まあ、若干10割の方はそばの香りとか、うん、そば独特の、粗さっていうか、うん、粗くはないんですけど、そぎ感っていうのがあって、うん、喉を通るときにこう喉を洗うような食感、うんうん、それをそぎ感って言うんですけど、そぎ感、うん、喉を削いでくる。あ、喉を削ぐ、うん、おお。そういうのが、ね、小麦粉を入れるとだんだんなくなっていって、あ、ツルツルっと入ってしまうわけやね。喉越しがいいっちゅう、喉越しを、うん、がいいっていうかな、うん、ツルツル感はツルツル感が小麦粉が入る方がより出てくるってことですね、うん、それを好む人もいれば、うん、好まないというか、あ、ね、結構これ体重かけてね今一生懸命ねしてはるのがちょっと遠目で見るとね分かりますね。あ、これは結構力いる。そう、これ水ちょっと少ないですからね。あ、水が少ないと余計に力が入ってますね。でもあっという間にこれがなかなかね、初めてやるとね、ここまでならないもんね。この絶妙のやっぱり、こね方がやっぱり長年のね、経験というかね。まあ、これもそうですけど、あの水回しが一番ね。あ、やっぱり水の、水回しっていう。入れる、うん。水の分量。分量と、うまく水を。あ、まんべんなく。ああ、なるほど、これはやっぱりそこがやっぱり年季っていうかね、熟練ですね。うん、うまいことまた団子みたいになりましたね。こう傷を隠すんですね。で、まあ、こういうらっきょうみたいな、はい、こう傷をここに集めて、あ、最後こうあら、なんと傷がなくなった。あ、なんとこれで、こねる音は終わりですね。いやー、なんと早い。さすが。すごいな。